はい、おはようございます。土曜日の朝、隅田川のほとりからエイジングサポートの利休ことがわが朝のウォーキング Vlog を、収録をしております。久しぶりですね。コロナの陽性になって10日間自宅療養して、その間にぎっくり腰でちょっと歩くのが難しくなり、でその前からちょっと膝が痛くて、ちょっと甘く見てたらなかなか治らないんですね。まあ、いろんなアドバイスをしてくれる人がいて、やっぱり一度ちゃんと診察をしなさいと言われて診察をしました。で変形性関節症のグレード1で、水が溜まってちょっと熱を持ってるということで 30cc 水を抜いていただいて、要は2週間この膝を動かす体操をして様子を見てくださいということで、膝を動かす体操をしてるわけですね。2週間ね、まだ5日目くらいでしょうか。まあ、少しずつ、痛みが和らいできていますが、膝の違和感があることは変わらない。まあ、焦らずゆっくり治しようと思っています。で歩くのも、まあ、そういうことで制限がかかっているので、まあ、今日も自転車でここまで来て、できるだけ膝にまだ負担をかけないようにしてくださいということなので、まあ、そんな生活を焦らずやっているというところでしょうか。はい、ということでこの朝のウォーキング Vlog も結果として久しぶりの収録になります。隅田川に出てくるのも久しぶりで、暑いですけど秋の気配が漂っている、まあ、そんな中で、収録をしています。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。9月の今日は10日かな、まあ、そうだね、カレンダー的にも完全に秋になると思います。はい、まあ、最近のちょっとご報告なんですが、ちょっとご縁があってで、この脳を活性化する体操に出会いました。これはですね、元 J リーガー浦和レッズの水内剛さんが水内体操という本を書かれたわけですね。この脳を活性化するプログラムというものを本を出されて、ちょっと出会いがあって、昨日その体操を体験してみました。ちょっと本はですね、ちょっとここに貼り付けておきますので、見てくださいね。残念ながらちょっと Amazon で購入できない本なので、水内さんのまあ、サイトから購入するという形になります。私は体験してこれ良さそうだなというふうに思っているので、ウェルエイジングビジネススクールの中に入れてですね、インスタントシニア高齢者疑似体験の、まあ、その後のですね、健康体操、脳トレ、脳体操、それからもう一つは体の体操で、もう一つは機能ですかね、この物を書いたりお話をしたり物を動かしたりという、そういう機能の体操にプログラムとして、私がもともとやっている非薬物療法の認証ケアと合わせて新しいプログラムをインスタントシニア高齢者疑似体験の中で応用できないかというふうに考えています。プレエイジングトレーニング加齢前修練のプログラムの中に応用できそうだなというふうに思っているわけですよね。で昨日体験してみました。まあ、デュアルタスクですよね。デュアルタスクをしながら、この脳を活性化していくということです。5分くらいかな。5分くらい、知人も昨日同席してくれて、福島さんという、石鹸から介護を変えるという、介護の未来エキスポの仲間なんですが、彼と一緒にやってみました。で、5分程度やっただけで脳が疲れるんですね。で脳が疲れるということは脳が動いてるということです。脳が休まる、いつまでも1時間でも2時間でもテレビを見ていることができるというのは、脳に抑制がかかって脳が休んでる状態、脳が不活性な状態が続くと同じことを何時間でもできるわけですが、脳を酷使すると、要は脳を体操すると脳が疲れて結構なんか疲れを感じるという、まあ、これが脳トレの感覚のイメージなんじゃないかというふうに私は思っています。ですがこれをもう少し紐解いてですね、水内剛さんもご協力をお願いして、もともと J リーガー のアスリートですかね、まあ、彼はアスリートあるいは子どもの教育に使いたいというようなお話がありました。私はどちらかというとやっぱ高齢者の方々の健康予防、まあ、健康維持、まあ、できれば認証の改善にまで応用できればいいかなというふうに思っているところです。まあ、これも出会いなので、元 J リーガー浦和レッズの水内剛さんの水内体操
というものを私なりに組み合わせてですね、プログラミングをして、私の新たなこのウェルエイジングの学び、フィロソフィー・オブ・ウェルエイジングで、そこをビジネススクールというふうにちょっと今企画中なので、その中に入れられたらいいかなというふうに思っています。それから外国人の介護人材の受け入れも始まってきました。彼らにただただ認知症ケアというよりも、彼らの国は若いのでね、認知症予防というプログラムが提供できたら、彼らの仕事にがもう一つ生まれるような気がしていますので、まあ、そこまで視野に入れて、この水打ち体操ですね、老いない脳と体の作り方というサブタイトルが入ってたような気がしますけど、まあ、そこをちょっとこれから紐を解いていく、まあ、そのご案内でした。はい、秋の気配、隅田川のほとりから水打ち体操の情報をお送りしました。皆さん良い一日をお過ごしください。またお会いしましょう。